どうも、皆さんこんにちは。こんばんは。ナッツです。エルダースクロールズオンライン。今回は結構採用率も高くて、優秀なスキルも含まれてるサイジックっていうスキルラインの解放方法、レベル上げ方法をご紹介していきます。まあどうしても使用してるクラスだったり、目指すスタイル、ビルドによってスキルの選択肢っていうのは変わってくると思うので、全てのプレイヤーの方におすすめというわけではありません。ご了承ください。 あとすいません今回ご紹介する内容はサマーセットっていう DLC が必要になりますそこの部分もあらかじめご了承くださいではまずはサイジックというスキルラインにどういうものがあるのか見ていきましょうはいサイジックこちらですねギルド系のスキルになります個人的に優秀だと思っているアビリティに関してはこちら属性武器これは間近仕様に変異させたものになるんですが変異前は確かスタミナを消費する武器注入というスキルだったと思います 武器注入からの変異先はキャラによって変わってくるかなと思うんですけど、これ割としっかりダメージ出ますし、結構強いです。アビリティを発動してから2秒以内に行われる次の軽攻撃がっていう条件はあるんですけど、時間内に発動しなかった場合、一定量の間近を回復するという効果もついてるので、結構使い勝手いいんですよね。スタミナ派生の場合はここはスタミナ回復になると思います。 そしてこの加速っていうアビリティも結構優秀かな。まだ変異できてないんですけど、変異前の状態で4秒間移動速度が30%、20秒間クリティカルダメージが10%上昇という効果になってます。これはバフ系のアビリティですね。将来的に色々クリティカル系で組んでいこうかなっていう方には相性抜群だと思います。 もちろん、クラスだったり、ビルドだったり、好みでも変わってくる部分だとは思うんですけど、いろいろ調べてみた感じ、先ほどピックアップさせていただいた武器注入だったり、加速は結構採用率が高いっぽいです。パッシブも全体的に結構優秀だったりするので、サマーセットの DLC は必要になっちゃうんですけど、結構優秀なスキルラインかなと思います。では、ちょっと属性武器、まあ武器注入スキルですね、使って戦ってみたので見ていきましょう。 まずは武器注入の変異先属性武器っていうスキルのみを使って戦ってみますスロットに入れてるだけで常時発動するスキルの効果はちょっと乗っちゃってるんですけどレベル40代のキャラでこれなのでスキル単体として結構強いと思いますでは先ほどご紹介した加速というバフも含めた合計2種類のバフをかけて武器注入スキルで戦ってみますどうでしょう2種類のバフをかけてあとは武器注入を使って戦ってるだけなんですけど結構ダメージ出ますよね それではサイジックスキルラインの解放方法とサイジックスキルラインのレベルの上げ方をご紹介していきます。まずは DLC サマーセットを所有しているかどうかの確認方法からメニューのコレクション、そしてもう一度コレクション、続いてストーリー、そしてゾーン DLC を開いてください。解除済みのところにサマーセットがあれば所有していることになります。 購入するときに通常版ではなくてこの右側の2つコレクションかネクロムデラックスコレクションを購入している場合はサマーセットをついてきていると思います。で、サマーセットのゾーンクエストを触っていない場合はこの辺りにクエストを受諾って出てると思うのでそちらを押してください。そうすると女王の布告っていうサマーセットの最初のメインクエストが終えるようになるのでそのままクエストを進めていただいて女王の布告だけで大丈夫ですのでクリアしてください。 女王の布告をクリアしたらアアルテウムといいうエリアに向かいます確か女王の布告をクリアしたタイミングでいる場所がアルテウムだった気がするので必要ないかもしれないんですが一応アルテウムへの行き方ご説明させてください2パターンあるんですが一つはサマーセットのここからワープする方法もう一つはマップを開くまたは祠に行っていただいてオプションを開いてください そして場所を開いてアルテウムを選択することでこの方法でもアルテウムに向かうことができます。アルテウムに到着したらここに向かいます。ポータルを使ってセポラタワーの中に入ってください。セポラタワーの中にいるロアマスターセララスという NPC がサブクエを持っているので受注します。確かこの NPC からサブクエを受注したタイミングでサイジェックのスキルラインが解放されたと思います。 そしてサイジックのスキルラインのレベルの上げ方なんですけど、ここで受注できるサイジックのサブクエをクリアすることでサイジックスキルラインのレベルが上がっていきます。シンプルにここで受注したサブクエを達成してここに報告に戻ってきて、報告したら次のクエストも受けてっていうのを繰り返せば OK なんですが、ちょっと大変なのがここのサイジックのクエストライン、結構時間のかかるものが多いです。 例えばこういった各地で時の裂け目を9箇所塞ぐみたいなクエストが多いんですけどここに書かれている内容とクエストが始まった時にもらえる地図の地形を見てクエストが発生しているエリアと裂け目9箇所の場所を探さないといけないんですよね。このタイプのクエストが多いのでスキルラインのレベル上げがちょっと大変なんですがかなり優秀なスキルもありますので是非解放してレベル上げてみてください。 はい。ということで、今回はサイジックというスキルラインの解放方法とレベルの上げ方をご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうかよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして概要欄に Twitter、X もありますので、そちらのフォローもぜひお願いします。それではまた。バイバイ。